戸丸明子の朗読音語り。中原中也は幼い頃ここ金沢に住んでいました。こちら神明宮神明さんと言われているんですけど、この近くに住んでいて、小さい頃はここでもよく遊んでいたそうなんですよ。このお神明さんの境内では昔サーカスなどがかかっていたそうなんです。それを読んだのが、そう、あの有名な詩サーカス。じゃあちょっと朗読します。幾時代かがありまして、茶色い戦争をありました。幾時代かがありまして、冬は疾風吹きました。幾時代かがありまして、今夜ここでの人盛り、今夜ここでの人盛り。サーカス小屋は高い梁、そこに一つのブランコだ。見えるともないブランコだ。頭逆さに手を垂れて、汚れ木綿の屋根のもと、ゆあんゆよんゆやゆよん。それの近くの白い火が安いリボンと息を吐き、観客様は皆いわし、のんどがなりますかきがらと、ゆあんゆよんゆやゆよん。野外は真っ暗、蔵の蔵、夜はこうこうと更けまする。落下がさめのノスタルジアと、ゆあんゆよんゆやゆよん。中原中也でした。今の詩の中にブランコという言葉が出てきましたけれども、実は室生犀星の詩でこのブランコが出てくる、ちょっと何とも言えない詩があるので、おまけで。室生犀星、夜までは。男というものは皆さんブランコブランコお下げになり、知らん顔して歩いていらっしゃる。エロい、あ、間違えた、エロい人になっちゃった、偉い人になっちゃった。夜までは。室生犀星、男というものは皆さんブランコブランコお下げになり、知らん顔して歩いていらっしゃる。偉い人も偉くない人もやはりお下げになっていらっしゃる。恥ずかしくも何ともないらしい。お天気はいいし、暖かい日にブランコさんは包まれて、包まれた上にまた丁寧に包まれて、平気で何食わぬ顔で歩いていらっしゃる。お尋ねしますが、あなた様は今日はどこでどなたにお会いになりました？街に春風、ブランコさんは上機嫌で歌っていらっしゃる。おしまい。